ただ今から杉島市長の定例記者会見を始めますそれでは杉島市長よろしくお願いいたしますそれでは私から何点かご報告をさせていただきますまず12月定例市議会についてでございます11月30日に開会をし12月6日が上程議案に対する総括質疑7日が総務常任委員会 八日が都市経済常任委員会、九日が福祉教育常任委員会。十三、十四、十五日がの三日間が一般質問で、十三人が予定をされております。閉会は二十一日で、会期は二十二日間となっております。次に、上程議案でございますが、専決処分の承認を求めることについて。令和三年度入間市一般会計補正予算第九号。 の選挙処分が1件人権擁護委員候補者の推薦についての人事案件が2件組織機構見直しに伴う関,連関係条例の整備に関する条例などの条例9件第6次入間市総合計画基本構想の変更についてなどの一般議案5件令和3年度入間市一般会計補正予算第10号などの補正予算2件の 計19件でございまず議案第88号組織機構の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例ですが第6次総合計画後期基本計画の開始時期に合わせて新たな課題に対応するため企画部や環境経済部の業務を再編し効率的で効果的な姿勢運営や 施策の推進を目指すために行う組織機構の見直しに伴い関係条例の整備を行うものでございます次に議案第89号入間市手数料の特例に関する条例ですがマイナンバーカードの普及促進とコンビニエンスストアにおける各種申請書の交付サービスの利便性を啓発することを目的として令和4年2月1日から 令和5年3月31日ままでででののの間、コンンビニエンスストアでの交付申請手数料をを通10円に減額をすす。るものでございますこのサービスはマイナンバーカードを使うことでコンビニエンスストアに設置をされているマルチコピー機から住民票等の写し印鑑証明書納税証明書など9種類の証明書について全国どこのコンビニエンスストアでも取得ができるサービスでございます。 次に、議案101号第6次入間市総合計画基本構想の変更についてにつきましては平成29年度から令和8年度までの10年間を計画期間とする第6次入間市総合計画について新型コロナウイルス感染症の感染拡大また SDGs の達成に向けた取り組み デジタルトランスフォーメーションの進展といった社会環境の変化に対応する必要があることから。同計画の基本構想について変更するものでございます。最後に議案第百二号。令和三年度入間市一般会計補正予算第十号につきましては。歳入歳出それぞれに七億九千四百八十六万八千円を追加し。四百七十六億。 8,423万2,000円とするものでその主なものとしましては新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種を行うための経費となっております次に報告事項などにつきまして5点ご報告をいたします1点目は新型コロナウイルスワクチン3回目の接種についてでございます補正予算にも計上させていただきましたが 新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種につきましては、2回目の接種後、原則8ヶ月を経過した18歳以上の方に対して、順次、接種券を発送し、対応を図ってまいります。すでに初回分として、11月26日金曜日に約700件を発送いたしました。3回目の接種につきましては、医療機関で個別に接種をしていただくことが基本となりますが、 主に高齢者が対象となる令和4年2月、3月につきましては、東藤沢公民館、金子公民館において集団接種を実施することを予定しております。2点目は、ジョンソン基地跡地留保地、入間市駅前側、UR 都市再生機構との基本協定締結についてでございます。入間市駅周辺のまちづくりのコンセプトを検討するにあたり、 都市再生のノウハウを持つ UR 都市機構と11月29日月曜日に基本協定を締結いたしました他市での取り組み実績に基づいた知見やアドバイスなどの協力をいただきながらジョンソン基地跡地留保地の利用計画の見直しを進めてまいります三点目は出張ふれあい朝市についてです毎週土曜日朝6時45分から 市民会館駐車場で地元の農産物などを直売しておりますふれあい朝市ですが早起きが苦手な方にもこのふれあい朝市の魅力を知っていただきたいとの思いから入間市ふれあい朝市推進協議会では12月1日水曜日の午前11時から午後1時まで視聴者の1階、市民ギャラリーにおいて出張ふれあい朝市を開催することになりました。旬の里芋 ブロッコリー、白菜、大根などのほか卵や椎茸、お豆腐やお茶、お味噌などが並びます生産者による直接販売でございますので新鮮さはもちろんのことおいしい料理方法なども聞くことができますどうか多くの皆様方のご来場をお待ちしております4点目は入ル市駅前イルミネーション竹明かりについてです入ル市の玄関口である 入間市駅前のにぎわいを創出するために入間市観光協会と市が協力をして輝く未来に向かってすべての人に幸せををテーマにイルミネーション事業を12月3日金曜日から1月10日月曜日までの間午後5時から午後10時まで入間市駅前ロータリーで開催をいたします。今回は市民かから提供していただいたただ電飾と竹明かりによる演出で 元気が出る藤沢未来ネットと連携をしてイルミネーションを設置いたします冬の夜に輝くイルミネーションをぜひ皆さんでご覧ください以上で私からの説明を終わりますそれでは質問させていただきますまず1つ目は新型コロナウイルスに関連した質問です1つ目は経済対策についてなんですが 新型コロナの新規感染者数が埼玉でも一桁になるなど大幅に減少していますまだまだ対策は必要ですけれども経済活動も少しずつ元に戻していく必要がありますよね あのだいぶ経済活動が元に戻りつつあるなとは思いますけれどもやはりこれは業種ですとか業界によってこの経済回復を実感するまでには至っていないまたそのこにはタイムラグがあるというふうに思っていますやはりなかなか観光事業者ですとか飲食店もなかなか厳しい状況にありますので経営がなかなか厳しくなってしまったそういった事業者の皆様に対してはやはり即効性のある経済対策は 取っってていいくこととが必要だと思っていますなかなかそれは行政の力だけでは難しいのではないかなと思うんですがいかかがででしょうかそうそすねあの私どもが考えているだけでは実態と即さないところがありますのでそういった意味で市内の経済団体の皆様や各種団体の皆様方にお集まりをいただいて 入間市経済懇談会というのを開催をさせていただいております。そこで、皆様方の実態を教えていただいて、そこの課題に対して的確に支援ができるように今取り組んでいるところであります。どんな声がありましたか。はい、あの、やはり特にあのコロナの時代になって、いろんな業種の転換を求められたりだとか、新しい資格を取ってみたりだとか、まあ、さまざまな変化をしてきましたので。 いろんなニーズに対して相談をできるところがない。まあ、的確にアドバイスをもらいたいんだけれども、なかなか難しい状況にある。まあ、そんなことをあのご相談をされることが多かったように感じています。その経済懇談会の中から生まれた新しい取り組みっていうのはあるんですか。うん、はい、あの、こういった、相談事業をしっかりとしていこうということから、あの、今回、入間市商工会と、まあ、入間市金融団。 の皆様と、まあ、入間市、まあ、三社が連携をして、それぞれの持ったリソースを生かして。役割分担をしながら、市内の事業者の皆さんの相談体制を、確立をしていこうということで、今進めています。心強いですね。入間市金融団というのは、銀行とか信用金庫さんですよね。はい。あの市内にある、銀行と信用金庫さん六校に集まっていただいて。金融団として組織をされています。すごい心強い、えー、助っ人が。 伴走支援をしてくれるということだとだ思うんですけれども、まあ、ここからこうどんなふうにそれぞれの事業者さんがこう未来に展開していってほしいというような,なんかイメージっていうのはありますか、はい、あのやはりこのコロナで大きく一変をしましたので私どもはこう3つの,あの目指す事業者をあの描いています。やはりこのコロナの後も、まあ、事業継続をしっかりとしてかつ成長ができるようにという意味での強い事業者。 そしてまあこうコロナを経てデジタルトランスフォーメーションですとかさまざ、あ、まな変革に対応ができる、まあ、挑戦する事業者そしてさらにはこれからまあ新しい,あのこういった社会課題を一緒に解決をしていくような、まあ、そういった意味での新しい事業者この強くて新しくてまた挑戦する、まあ、こういった事業者に対する相談体制や支援をしていきたいというふうに思っています。 ななかなかそれぞれの事業者さんではこうアイディアが生まれなかったりだとか何かこう第三者からアドバイスしていただいたりするとまた新しい展開ができそうですよね。はいいいまさにこういったいろんな人 たちの掛け合わせで生まれてくるアイデアですとかまたビジネスチャンスがあると思いますのでたくさんの皆さんと関わりを持って連携をして切磋琢磨をして市内経済を盛り上げていきたいなと思っていますやっぱりこうコロナが全くなくなるというところまで待っていられない状況ですよね、はい、おっしゃる通りですね今これからはウィズコロナを前提にしてニューノーマルの対応を事業者は求められていると思いますのでそういったところにどれだけ 行政としても支援ができるか頑張っていきたいと思っています引き続き入間市内の事業者さんの応援をお願いします続いてコロナに関連して今度は市民文化についてお尋ねします万道祭りなど特に大人数で行う文化行事はまだまだ開催が難しいと思いますあれだけ賑やかで活気のあるお祭りはどうしても密になってしまいますよね でもやはりり寂しいといとう声があります。これからその市民の文化活動の再開に向けてまたお祭りの再開に向けてはどのよううにお考えでしょうか、はいあの。やはりこれもうコロナでどういった形でお祭りをやっていくのか、まあ、ここはもうまた基本に立ち返って感染対策をしっかりした上で新たな体制に 移行していかなきゃいけないというふうに思っていますそんな中で市民の皆様に対しても今マント祭りに関するアンケートを実施をしておりまして12月,20 12月の12日まで皆さんから回答を受け付けていますすでにもう400件以上のご回答をいただいてこんなふうにやった方がいいんじゃないかとか逆に もう中止した方がいいんじゃないかっていうお声もあったりしますまずはいろんなお声をお伺いをしてこれからにつなげていきたいなと思っていますここで新しい万能祭りに生まれ変わると思っていいですよね、はい、はい。それからお祭りもそうなんですけれどももう少しこう身近なところで 普段のサークル活動だとかあの公民館での市民活動も少し元気がないなと感じるんですけれどもこの辺りはいかがでしょうか。はいあのまさにそこが一番あの心を痛めているところでしてこのコロナで1000以上あったあの文化団体やサークル団体がお線を下回ってしまいました。まあここでもうやめようとかもう継続できないねといったお声が結構ありましたのでまあこういった中でも新しい 時代に対応しながらぜひ文化活動社会活動を続けていただきたいということでまあ、そういった方々を応援するようなあの仕組みも考えていきたいと思っていますイルマが元気になるためには市民の皆さんの交流っていうのはすごく重要だと思いますので引き続きサポートお願いします、はい、続いて防災対策について伺います今年はコロナの感染防止のために防災訓練がありませんでしたよねでも 入ましては台風は今年は少なかったものの今年は地震などにちょっとびっくりするような時もありましたしまだまだ対策が必要だと思います今年市長の提案で職員の皆さんが新たな形で防災訓練を行ったということを聞いたんですけれどもどのような内容だったんですかはいあの今回あの市民挙げての防災訓練は中止になりましたのでその分逆に職員だけでしっかりとした防災訓練を 実地訓練をしようということで今回11月14日に職員限定での防災訓練を実施をいたたししましたこれまでと違ったところはどんなところでしょうか、はい、あの今までは例えば災害対策本部の運用ですとかそういったところについてはどちらかというと流れを確認するという意味でシナリオを想定通り読むというような訓練でありました。もこれをやはり実際に自分たちが 起きた時を想定をしてやるブラインド訓練なんかと言いますけれどもわからない状況の中自分がどう動けばいいのかということを感じさせるような実態に即した訓練を行いましたそれはどんな手法だったんですかはいあのこれクロスロード訓練という手法を用いて今回は行いましたあの実際に課題を急に与えられて判断してくださいというような訓練で、えー、いくつか今回も えと議題が出されたんですけれども例えば今全く情報がないそんな中でマスコミが殺到してきて会見を求められたその時にあなたはどうしますか会見を開きますか開きませんかこんなことをみんなで話し合うそうするとあのちょうど半々ぐらい会見した方がいいよという人もいればいや今情報がない中で会見をしない方がいい。これは実際に 起きうる話だと思いますのでその時に慌てふためくんではなくてここでしっかりとした訓練をしておくと備えができて実実際の時にに役立つという,ふうに実感をしましまた答えが正解はないということでやはり自分の出した回答でない人の意見を聞くということはすすごく重要ですよねはいあのこれは合ってる間違ってるということではなくてお互いの意見を確認をしながらいろんな想定をすることが重要だということだと思います。 他にも訓練今回さまざまなシステムを導入をしているんですがそれを初めて実際に運用して訓練をしてみましたあの一つが緊急参集システムというもので職員も900人おりますのでその人間が今自分が無事なのかどうかで自宅から何分で、えー、その自分が与えられている役割の場所へ行くことができるのか、まあ、そういったものを、えー、アプリに 入力をしまして、そうすると誰が何分後にどこに来れる、こういったものがはっきりとわかるので、そこから本当に来れる人間で体制を構築する、こういった訓練を今回行いました。いろいろな新しい課題が見えてきたと思いますえ。今回あの埼玉県から派遣された防災士さんにも参加してもらってアドバイスをいただいたということでしたけれども、どんなご意見でしたか。はい、あのやはりこういった 実態に基づいた訓練というのをどんどんするべきだとあのやはり今まではどちらかというとシナリオに沿った訓練でありましたのでこれを普段からやっていくことで自分事と,として捉えることができますので毎回毎回こういった訓練を繰り返してより実態に近づけて今回は準ブラインド訓練でありましたけれども本当にブラインドの状態でやっていく。 こういったことに向けてこれからどんどん歩みを進めていこうというようなごアドバイスをいただきました今回の防災訓練を踏まえて今後何か計画していることあるんですかはいあの今市では新たに地域防災計画これをあの今見直しをしていますこれに加えて国土強靭化地域計画というものも作っておりまして さまざまな被害想定を考えた上でどうやってハード整備をしていくかということ併せて避難所の運営ですとか感染症の対策ですとかソフト面についてもしっかりと計画を作ろうこういった新たな時代に,対しに向けた計画をまずしっかりと作ってその上でさまざまなシステムを導入をして新たなシステムを使ったものがちゃんと実効性は持って運用ができるように。 万が一の時に対応ができる体制を作っていこうと思っています。社会の変化に合わせて計画も柔軟に見直していくということですね。はい。わかりました。続いては杉島市長の市政運営について伺います。はい、11月18日に就任なさったんですよね。ちょうど1年経ちました。この1年振り返っていかがでしょうか。そうですね。あのやはり、 コロナ禍の中で就任をいたしましたので、まあ、コロナ対策に奔走した一年だなというふうに思っています特にあのワクチン接種の体制構築を一からいたしましたので、まあ、様々な関係機関にご協力をいただきながら、まあ、難しい課題を一つ一つクリアをしていくそして想定が変わり何度も変更しといったことで、まあ、苦労が多かったなとは思っていますあのその一方であの公約ですとか 入間市が長年抱えてきた課題こういったものに着手をして実行をして実績を残してきたといった意味ではすごくスピード感を持って物事に取り組むことができた1年だったなというふうにも思っています思った通りに進んだことはどんなことでしょうかそうですねあのまずやはりあの組織改革としてあの副市長を 埼玉県の都市整備部長を務めた浜川さんにお願いをしまたあの政策参与という制度を入れたりまたアドバイザーという制度を入れたりまた官民連携を進めるといったことでいろんな方の知恵や知見をいただいて入間市をグレードアップさせよう、まあ、こんな組織改革にもうまくいったなと思いますし。 またあの行政改革にもしっかりと取り組みをしなければいけないということであのイルマドックというものを初めて開催をさせていただきました市民判定人の皆様に事業を評価をしていただいてそれを参考にして市として行政改革を進めていこうという手法も初めて導入をいたしましたしまたあの公約関連ではイルマ PR 大使に朝日直さんにご就任をいただいたり また、あのデジタルトランスフォーメーションの取り組みです。とか、まあ、いろんなあのことが前に進んだなというふうには思っています。また、2年目に向けて力を入れていきたいと思っていることはどんなことでしょうか？はい、あのやはりこの来てよし住んでよし働いてよし、散歩よしの街を作りたいと、あの皆様方にお訴えをさせていただきました。あのこれを掛け声だけではなくて。 実感できるように進めていくのが2年目以降の私の課題だというふうに思っていますあの来年度からは未来競争推進室というものを設置をさせていただきます、まあ、ここであの徹底的に入間市の将来未来構想を作っていこうそしてあの官民連携でいろんな方々の知恵をいただいて新しい取り組みを進めていきたいというふうに思っていますしシティプロモーションにも力を 入れてていいいいきたいという,ふうに思っていますそういった意味ではこれからスマートシティゼロカーボンの取り組みまた SDGs 新たな時代に対応する取り組みをどんどん前に進めていく2年目にしたいなと思っていますまたコロナの影響もありますし思うように進まないところもあると思うんですけれども2年目の市政運営も期待しています今小中学校に1人1台タブレット端末を配備していますよね。 あの市長は就任されてから毎月小中学校を視察されていますけれどもその様子などはいかかでしょうかはいあの本当にコロナでみんな元気なくなってしまっているかなと思っていたんですが本当に子どもたちはあの元気に過ごしていて、うん、え先生方がとてもあのコロナ対策を徹底していただいているので本当に頭が下がる思いだなというふうに思っています。でそんな中ででも日を追うごととにこうタブレットの活用ですとか ギガスクールが進んでるなといる間市でのタブレット端末の活用度というのがかなりあのいい数字が出ているんですってはい、あの実は県内で最も先生がこういったタブレットを活用しているということで県内1位になりました、はい、で子どもたちが使っている率というのも全国平均から比べるとトリプルスコアぐらいに 高い数値になっていますので、あの入間市ではかなりこういったタブレットの活用が進んでいるというふうになっています。具体的にはどんな活用をしているんでしょうか。はい、あの三つ挙げられるというふうに思っています。まず一つはこう画像とか映像を使って、あの観察をする。まあ、そういった記録を作っていくというもの。また、あの学習ドリルソフト、こういったものを使って、予習とか復習をする。で、三つ目が。 学習支援ソフト、こういったものを使って児童生徒が考え方を共有をしたり発表をしたりして深めていくこういった3つのステージで、えー、タブレットを活用されているというふうに思っていますこの学習支援ソフトというのはどのような形でこう意見を共有するんでしょうか、はい、あのそれぞれの生徒が、えー、例えば、えー、意見を書いたり またたたプレゼンンテーショをを作ったりしたもののみんなの画面でで共有ができる自分のタブレットでも友達の意見が見ることができるで先生も大きなスクリーンに映してそれをみんなの意見を表示しながらこの子はどういった意見だねこんな意見もあるねということを学び合いまた共有をして高め合うことができるといった素晴らしいものだと思っています。 以前だとやはり、えー、分かる子っていうと手を挙げる子にどうしてもこう先生が発言をさせるというようなスタイルだったと思うんですけどみんなの意見が手に見られるっていうのはそれはいいことですよね、はい、あの分からなかった子があこういった視点があるのかといってあの空白になっている子が少ないなというふうに思いますのでみんなが何か書いて伝える共有するっていうことがすごく使いやすくなったんだと思います。 これがあ,のある学校の先生の話なんですけれども自分で意見を言うことが怖くなくなってこのタブレットを使ってない時でも意見,か意見が活発に交わされるようになったなんていう話も聞きました。 市長がこのタブレットを活用するのに民間の力もお借りなさっているということを聞きましたがはいあの今回マスチャンネルさんといって数学を面白く楽しくしようといったあのソフトを作ったりだとか学習展開をしている民間事業者さんと連携をさせていただいて入間市内の学校の数学算数を面白くしようというものを独自のアプリを使って今取り組みを進めています。 これは入間市独自のプログラムを作ろう子どもたちにとってなかなかこう図形ですとか、まあ、グラフとかこういったところでつまずきやすいんですけれどもこれはあのデジタルだと何度もこうやり取りをしたりいろんな角度から見ることができたりそしてあの友達と共有をする時にもしやすいということで ICT と数学とか算数っていうのはすごく親和性が高いというふうに思いますのであのいいいい 事業展開ができているなと思っています。また、このタブレット端末を活用するために、各学校にモニターも配置してるんですよね。はい、あの全小中学校の教室に、えー、大型モニターを導入をさせていただきました。あの今まではくらあの学年。各階に1台しかなくて、みんなでこう借りて使っているというような現状がありましたので、全ての教室にモニターを入れることによってあの？ どの授業でもすぐにモニターに移して使えるような体制を整えました。こういう環境を整えていることが、その活用率の高さにつながっているのかもしれないですね。そうだと嬉しいなと思います。とても楽しそうな授業がこうイメージできるんですけれども、ただ、 光もあれば影もあってタブレット端末は便利な反面やはりセキュリティ対策だとかいじめ対策もすごく重要だと思います。現在の実施状況はいかがでしょうか。はいあの子どもたちに配布をしているタブレットについてはやはりあのセキュリティ対策が重要でありますので、まあ、こう悪いサイト有害なサイトにアクセスできないようにあのフィルタリングをしっかりとかけています。で合わせてこう いじめに発展をするっていうこともありますので、SNS とかへのあのアクセスですとか書き込みもできないような設計にしております。授業などでもそういったことを子どもたちに教えるようなそういったことを授業でも取り組んでいるんですよね。そうですね。あの情報モラル教育といった授業をしておりまして、あの子どもたちにこうインターネットのリテラシーですとかそういったものをしっかりとあの。 伝えて危険なサイトにアクセスしたりすることがないようにまたあの犯罪ですとかいじめとかそういった悪い方向に行かないように子どもたちに教育をしています引き続き子どもたちの応援元気な子どもが育つ町イルマのイルマッコの応援をよろしくお願いします、はい、質問は以上ですありがとうございました以上をもちまして定例記者会見を終了させていただきます本日はありがとうございました